さっさっきです。今回からちょっと新しくゲーマーに聞いてみたシリーズ始めます。では早速行ってみましょう。ゲームでプッツンしそうになった時の対処法。止めれずにプッツンします。ああ、そもそもゼロベース思考やん。皆さん、シンプルに考えませんプッツンすればいい。シリコンバレー在住ゲーマー。俺も、彼ら愛媛の格ゲーマーなんで、ね、ちょっとやっちゃってるんよな。大ゲにしそうになったら対戦中に裏回って対戦相手に対策を聞きに行く。お対戦中にお前さ、ハイタカどうやって食うんだうん、うん。あ ちょまだ殴る。靴を脱いで台の下に置いて両替しに行く。あのこれね、彼の実はね、みんなに説明したいんやけど、あの、ゲーセンで負けた後、両替に行く間に誰かにプレイされないように、自分の靴を台の下に置いてんのよ。やばすぎて草。なぜ靴シンデでるやぼい台パン用コントローラー殴ります。あ、ほら、まあ、あれやろ。普段使うよ。鑑賞用。台パン用。ゲーマーの鏡。あい。パンチする用のモニターがあります。あ、もしかして普通な感じだ。 はい<愛>サントリーカフェベースの牛乳で割っただけとは思えない極上のカフェラテを一口含み、このかのカフェインを下先で味わって、アドレナニンを抑制しながら、怒りの奥にある自分の痛ン差を脳内奥からほじくり返すことに専念する。<laughs> 食レポやん。ああ、今の昇流は、体力とゲージを鑑みて評価読んで。口ちかぶりとわか深く深呼吸して、切れてない。切れてないっていう。あれ最近映画出てらっしゃいましたよね。うーん、切れちゃダメだ。切れちゃダメだ。 怒り新宿。まず折り紙を用意します。イライラしたら折り紙をちぎります。ゲームを終えたらちぎった折り紙を画用紙に貼り付けます。おぞましい切り絵が完成。メルカリに出品します。あ <laughs>、芸術は爆発だの人。いやでもなんかね、メルカリ何でも売れるらしいね。小学生が夏休みの宿題とかに使うらしい。はい、夏休み僕はこれを作りました。 クソプレイと僕。両替機にリュコランブ。これはもう格ゲーマーなんよ。あ、たさ、スレ扱ヤー使いでしょ。多分、デッドオンタイムか、ビッパーか、マッパーあたりにしたかったはずなんやけど、あえて認知度の高いリュコランブ。お気遣いあざす。画面を叩いたらダメなので仕方なく撫でる。あれよな。よく小学生とかがな。おい、おい、おい、びっくりした。モニター綺麗になっちゃうね。家の周り走り始めた。ん <laughs> た今すでにあ、メロスさん。メロスは、ゲーマーである。 けれども、勝利に対しては人一,一倍敏感であった。ファイティンングコマンダーに頭突きいや、コントローラーっていいよ。もうガチ臭がすごいのよ。あ、もしかして、ズ突キ用のファイティングコマンダーはい。相手は橋本カンナ広瀬鈴だと思い、もうドン臭いんだからって画面に言う。これはこれは、なかなかの妄想癖で。でもあれよな。あんまりやりすぎると、怒ったかんなクソプレイだかんな 言われたいじゃんね。クイズマジックアカデミーみたいな頭使い台に移動します。ほうほうほうチンパンから人間に進化してる。でも僕、あの、マジアカでも大パンしてる人見たことあるよ。うーん。はぁ、あ、リアルも早押し。普通に自分をビンタするんですが、ある日切れ散らかしてしまって、右の方が真っ赤なまま出社したら会社の人からめちゃくちゃ心配されました。格ゲーでぶち切りで自分を殴ったからとは言えず、格の彼女を作り上げ、中学喧嘩でビンタされたと言いました。ま、まだすげえの来たな。あのほら、ヤンキーとかのな。お前その傷どうしたんだよやられたんか。うるせえな。 自分でやったんだよ。これの逆バージョンやろ。今、とてもあなたが心配因果。次の相手に八つ当たり、知ってる限りのワンチャン嵐ムーブ。戦争が生まれるやん憎しみが憎しみを生んどる。でもこれ、次の相手が強かったら、殺意の波動に飲み込まれるパターンよな。布団にくるまって、あーって叫ぶ。自分の拳を加えて叫びます。つまり、布団にくるまって、拳を加えて、あーオッ OK。限界から霊光玉受け取ったユウスケン。でもあれ、 家でやったら通報されるよ。息を止めて少し腹筋に力を入れて緊張させ、一気に脱力して頭の中を真っ白にし、お茶を少し飲んで落ち着きます。あらあら。腹交換神経優位ガチ勢の方。またクソプレイ。もうほら、息吸って、吸って、止めて、吐いて、はい、お茶飲んで。どう楽になった。舐め <laughs> 不良奉仕。はい、いかがでしたでしょうかこれ結構僕好きなんですよ。すぐまたやります。今回は以上です。対戦ありがとうございました。はい、じゃあまたね。